ザクセン・ヒルトブルクハウゼンは1680年から1826年まで存在したベッティン系エルネスティン系が統治した広告。領土は現ドイツの駐輪外州の一部にあたる。ヒルトブルクハウゼン上1675年3月26日にザクセン・ゴータコーエルンスと一世がゴータで死去すると、医療は1680年2月24日に7人の 息子の間で分割された。そのうち、ザクセンヒルトブルクハウゼンは、ムツオのエルンスト2世に与えられ、彼は、初代ザクセンヒルトブルクハウゼン公をエルンストになった。しかし、新しく成立した公国は、独立しておらず、その行政は、エルンストの長兄で、豪タに住むフリードリヒ一世の命令に従わなければ、ならなかった。ザクセンヒルトブルクハウゼンが、 名実ともに独立したのは1702年のことであった。広告は成立した時点では、ヒルトブルクハウゼン、ヘルトブルク、アイスフェルト、ファイルスドルフの各軍、そしてシャルカウ軍の半分を領土とし、その後の1683年にテイニヒスベルクを1705年にゾンネフェルトを併合した。1699年にザクセンコーブルク公。 アルベルト5世が後継者のないまま死去すると、エルネスティン諸公の間で継承争いが起こったが、1714年に、ザクセン・ヒルトブルクハウゼンが、シャルカウ軍を活用する代わりに、ザクセンの一部を得ることで決着した。1684年、エルンストがヒルトブルクハウゼンを居場としたことで、ヒルトブルクハウゼンは、発展を遂げたが、豪華な建築や庭園などが、 公国の財政を圧迫し、1769年には、新生ローマ帝国の不採委員会による強制執行がなされるほどになった。委員会の議長には、ザクセンイコールマイ人間の財政を救った摂政、シャルロッテ・アマーリエフォン、ヘッセン・フィリップ・スタールが務めた。1806年に新生ローマ帝国が解体されると、ザクセン・ヒルトブルクハウゼンは、公国として、 完全独立した。その数ヶ月後の12月15日、ザクセン・ヒルトブルクハウゼン公国は、エルネスティン諸公国と共に、ライン同盟に参加。1815年には同じく、ドイツ連邦に参加した。1818 18年、ザクセン・ヒルトブルクハウゼン公フリードリヒは憲法を制定した。1825年に、ザクセン・ゴー・タールテンブルク公国の家計が断絶すると、 エルネスティン諸公の間で継承争いが再燃した。1826年11月12日、ベッティン家課長であるザクセン王、フリードリヒアウグスト一世の朝廷により、エルネスティン諸公国は領土を再編した。ザクセンヒルトブルクハウゼンは、ケーニヒソベルクとゾンネフェルトをザクセンコーブルクゴータに、残りの領土をザクセンイコールマイ人間に割上したが、 その代わりにザクセン・ヒルトブルクハウゼン・コーフリードリヒは新しく創設されたザクセン・アルテンブルク公国の行為を得た。1868年、ザクセンイコールマイ人間公国に4軍が成立したが、その一つがヒルトブルクハウゼン軍であり、かつての公国の領土と似た大きさとなっている。ヒルトブルクハウゼン軍はその後ほとんど変更がなかったが、年に ツール軍と合併した。ありがとうございます。